行機のパイロットになる決意を固めた舞は、そのことを両親に告げるが、母、めぐみから反対される。強い決意を伝える舞。その頃、舞の親友、くるみは、父親、義春との確執から家出をしていた。仕事に行き詰まっていた隆が姿を消す。隆の行方を、彼に送った絵はがきから思い当たった舞は、くるみと共に長崎五島へ向かう。そして隆を見つける舞とくるみ、隆は二人に心の内を正直に打ち明け、三人はさらに強い絆で結ばれる。五島で舞は祖母祥子のもとに滞在し、めぐみが祥子と疎遠になった理由を知る。そこへ、舞を迎えにめぐみと父、浩太が五島へやってくる。